コナミホールディングスコナミスポーツコナミスポーツ株式会社はコナミスポーツクラブ等のフィットネスクラブ、スポーツクラブなどを運営するコナミグループの企業1973年設立。株式会社、日位の健康、スポーツ事業を担当する株式会社ピープルとしてピープル、エグザス等を展開するなどマイカルグループの一員であった。しかし、 2001年、株式会社、マイカルの経営不振により、コナミへ売却され、コナミ参加のコナミスポーツ株式会社となった。その後もピープルエグザスとして運営されていた店舗も、あったが、2009年3月までに、コナミスポーツクラブでのフランチャイズ運営となっている。スポーツクラブ業界日本国内一位である。コナミと、買収前の旧ピープルとの間では、家庭用、 ダンスダンスレボリューションのダイエットモードの監修等の提携関係が存在していた。また、フィットネスマシンの開発にもコナミがゲーム事業で培った技術が活かされており、IT 健康管理システム EEXAS を導入している。最近の傾向として需要が見込まれる東京県、大阪県のような大都市圏にて、 大型店舗を積極的に新規出店する一方で、地方都市の店舗や小規模な店舗、設備の老朽化で競争力を失った店舗の整理が進められている。なお、一部店舗はメガネ市場のフランチャイズ店舗であると思われる。エグザスに市球場近年、日本代表選手を数多く輩出している。2003年に解散した大和銀行の 大正海体総クラブを継承し発足。本店と称する直営店舗は3つあり、本店は東京都、本店西宮と、本店西宮アネックスは兵庫県にそれぞれ所在する。ナミスポーツクラブ北上、ナミスポーツクラブ米子、ナミスポーツクラブ松江については、北上は2009年3月、小波と松江は2009年3月1日に、 ピープルエグザスよりそれぞれ解消している。北海道、東北地方、中部地方、近畿地方、九州、沖縄地方もともとスーパーマーケットや大型ショッピングセンターに併設されていた店舗が、ショッピングセンターの閉鎖や中核店舗の撤退に伴い、閉店を余儀なくされる事例も存在するカーディオ系、調整系、格闘技系、ダンス、筋力系、 エアロビクスステップの6ジャンルのプログラムがある。ありがとうございます。